スキーに関するお悩みありませんか？大阪スキー用品専門店のスタッフが詳しく解説解決。田辺スポーツお役立ち情報コーナー。今回はスキーウェアの単品ジャケットとパンツの別売売りのものと、こちらの上下セットの、で販売しているものの違いをご説明させていただきます。まず、単品の方は、大体どこのメーカーさんのやつも耐水圧が、まあ、2万1万以上のものが多く、単品なんでジャケットのサイズとパンツのサイズを別のもので選ぶことができます。そして単品ですので、どちらかというとこういう内側の携帯ケースであったりとか、ゴーグルの入れるポケットがついてたりとか、ベンチレーションがついてたりとか、いろいろなあの収納であったりとか、ポケットであったりとか、ベンチレーションと、あのこうパウダーガード、雪が入ってこなかったりとか、こういういろんな、機能がついてます。で、価格的にはどうしてもいろんな機能がついてますので、でジャケットでだいたい5、6万で、パンツの方もそうですね、いろんなこうポケットであったりとかがついてますんで、まあ4万円前後ぐらいの価格になります。それに対して、まあ、まあ年間で、まあ1週間とか、ファミリーで行くとかっていうので行くと、こういう上下セットのものがあります。上下セットのものですと価格的には一番安いので、2万円前後ぐらいで、高い方で、3万円前後、上下でそのお値段で買います。ただ、先ほどの単品と違って内側のポケットっていうのは、だいたいこうゴーグルが入れれるぐらいのものがついてるだけで、そんなに収納機能はありません。で、外のポケットも、まあ、1つぐらいで、上下セットになりますんで、価格的にもお安くなるんですが、だいたい耐水圧っていうのがだいたい1万っていうのがだいたい標準の価格になります。なので、目的に合わせてもうファミリーで家族4人分購入しなきゃいけないとか、どうしてもみんなあの予算的に、価格も含めて予算内に収めたいんであれば、こういう上下セットものを、選んでいただくのが良いかなと思います。単品の場合はもう、今年はもう年間30日40日滑るぞっていう方に関してはこちらの、まあ、30日40日滑るんであれば、その行った日の天候でいろいろ変わってきますんで、ちょっと耐水圧の高いものを選んでいただくのは良いかなと思います。だからその人のそのシチュエーションであったりとか、その予算内であったりとかで、こう単品のものを選んでいただくか、セットのもの、ただセットのものはどうしても上部のサイズはちょっと入れ替えることができないんで、どちらか、まあ、ウエストに合わせていただくとか、身長に合わせていただくとかっていう形でどちらかを選んでいただかなきゃいけなくなるんですが、まあ、予算内での、購入は可能かと思います。はい、以上、スキーウェアの単品のものとセットのものの違いについて説明させていただきました。